この時にグラグラとぐらついたり、内ももお尻の力が入っていなければ NG です。今日は体をひねるだけで内もものたるみや外もも大天使の張り出しをすっきり解消する方法をご紹介していきます。外ももの張り出しや内ももの緩み、これを解消するために内もものトレーニングをされる方非常に多いと思います。しかし内ももの筋肉というのは内側に寄せる以外にもいろんな作用をしています。特に体をねじるとき、歩くときであったり、何か荷物を取るときに骨盤を足の方にねじっていく。この時に内ももの筋肉がしっかりと収縮をしてくれます。しかし長い期間、大人になってから体をねじることが少なくなっていますから、現代人が無理やり体をねじってもなかなか内もも使えてくれません。それではチェックから行いましょう。足を腰幅前後に大きく開いて膝を曲げます。この状態でしっかり体をツイスト。内ももお尻に力が入って安定していればバッチリです。反対側の足もやってみてください。この時にグラグラとぐらついたり、内ももお尻の力が入っていなければ NG です。エクササイズをした後はこの感覚がしっかり安定するようになっていますから、楽しみにしておいてください。それではスタートです。ヒップアップに効果的です。しっかりと踏み込んで前と後ろ、息を吐いて吸って、吐いて吸って、踏み込んだ時にどこに力が入ってますか？前の足のお尻や太もも、どうでしょうか？つま先やふくらはぎはあまり踏みしめすぎないように、軽く地面を支えておくだけ。いいですよ。体の中心に近いお尻、しっかり使っていきましょう。もう一息です。逆足を前に置いたら同じように繰り返します。しっかりと足裏に重心かけて前と後ろ、前に体重をかけるとき足全体に力が入っていきます。股関節から曲がっていくのを感じて、そうそうそう、いいですよ。足の幅は腰幅ぐらいです。慣れてきた方は狭くするとバランスのトレーニングにもなります。難しいときは壁や椅子に手を置いてバランス取りながら繰り返していきます。膝が痛い人はタオルとか引いてくださいね。無理せずに繰り返していきましょう。体をねじること、意識を集中します。大きく胸を開いて背骨のストレッチです。しっかり体をひねって胸を開きます。背骨全体をねじり、脇腹にくびれを作っていきます。深呼吸しながら目線を上に、指先遠くを追いかけて、そう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 、辛い時は浅くて大丈夫ですからね。心地いい範囲でねじりを深めてください。さあもう一息、深く呼吸して反対側にねじりを加えます。先ほどねじった方とやりにくい方、もし違いがあったらそっちをたくさんやってくださいね。深くねじりを加えて、身長高く背中伸ばして、そうそうそう、美しい姿勢保ってください。ストレッチをする時の姿勢がそのまま普段の姿勢になっていきます。綺麗な姿勢で身長高く伸びていきます。そうですそうです、あと一息頑張りましょう。かかとを遠くへ押し出すように、さあ一息です。今度は足を開いてストレッチ。足を前後に開いてお尻を突き上げましょう。ももの裏側、ふくらはぎのストレッチです。軽く顎を引いてお尻は上に、頭は下に引っ張り合います。どうですか、伸び感感じますか？深く呼吸してナイス、その調子です。もうちょいもうちょい、あと一息ですよ。ストレッチをすることで下半身の疲れやむくみを取り除いていきます。入れ替えていきます。今度は逆足、しっかりとお腹を引っ込めてお尻を高く、そうです、膝はね曲がったままでも大丈夫、できる範囲でいいですよ。呼吸して深く長い呼吸、どん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 呼吸をしながらですね、伸び感を強めていきます。ふう、深く深く伸び感が強まっていくのを感じて、
もうちょいもうちょい、ラスト一息です。はいですう。首や肩の力を抜いてリラックス。次の種目の準備をしていきますね。エクササイズ、このまま一緒に頑張りましょう。さあ次の種目も張り切っていきますよ。ただし頑張りすぎて呼吸が止まらないように注意は必要です。もちろん疲れてきたらマイペースでも大丈夫。同じ種目でもすぐできる人もいればなかなかできない方もいますが、そんなことは重要ではないです。つまり運動するときは人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。片膝をついたら膝の方向に上半身をひねっていきます。しっかりと脇腹にくびれを作りましょう。バランスを取りながら体をツイスト。しっかりと脇腹、そして前に置いた足の内ももに力が入っていきますよ。深呼吸をしながら深く吐いて吸って、吐いて吸って。バランスを取るのが難しいときは壁や椅子に手を置いて支えを使いながらやっていきましょう。椅子に座ってやってもいいですからね。そうです、足を入れ替えて反対側です。しっかりねじりを加えて脇腹ぎゅっと引き締めていきます。深く息を吐きながらツイスト、吸って戻せ。繰り返しながらしっかりとお腹にくびれを作っていきます。バランスを取りながら行うことによって体幹の能力も上がっていきます。バランス能力が上がると体幹周り、お腹周りの筋肉もキュッと引き締まっていきますよ。やっていくうちにちょっとずつバランスも取れるように変わっていきますからね。そうです、いいですよ。足を開いた状態でねじりを加えていきます。深くツイスト。さらに手を天井へ。反対側も同じように繰り返していきますが、まずは片側ばかりですね。どうでしょうか、今どのくらいねじりを深めることができますか。左右差を確認しますから今の感覚覚えておいてくださいね。身長高く、お尻は後ろに引いて、バランスを取るときもしっかりとお尻にも力、ねじると内ももにも力が入ってきます。今度は反対側です。ねじりを加えたらしっかりとバランス取りながら深くツイスト、いきましょう。ナイス、ねじりを加えて、いいですよ。これも辛いときは浅くて大丈夫、膝につかなくてもいいですよ。ただねじるだけでもちゃんと効果はあります。目線を天井方向に。体をねじると足痩せだけではなくて脇腹、ウエストのくびれにも効果ができてきますよ。そう、全身の筋肉をまんべんなく使って。お疲れ様でした。頑張ったあなたにプレゼントが2つ、週間化カレンダーと毎日のストレッチメニューです。ぜひ概要欄から LINE のお友達追加をしてもらってプレゼントを受け取ってくださいね。動画を見て実践すればみるみる痩せ体質に変わっていく、そんな知識を学べるオンラインサロン、すでにたくさんの仲間が理想の体型を手に入れています。ぜひあなたも概要欄から1週間無料体験をしてみてください。あなたのご参加お待ちしています。